おはようございます。じゃあ好きな、ごめんなさい、さっきジェネレーションギャップが意外と、はい、僕36なんですけど、はい、今年51。51で15離れてるんですよ。ああ、そうですかね、はい。昭和48年生まれなんで。どれぐらいあれかわからないんですけど、うん、テレビは白黒やったんですか。いや、最初からうちはカラーでした。ただ、はい、チャンネル回すガチャガチャする。ああ、それはその世代なんですか。そうです、リモコンはなかったです。そうですね、かろうじてカラーやったような気がしますわ、はい、でも これ、このタイプ。あ、そうです、ガチャガチャ。あ、でもね、うちにもあったんですよ。はい、ガチャガチャ。だから、このリモコンのがあるからお父さんのテレビはこのなんか回すやつ。はいはい、あれはあの、パイナップルでしたっけ。はあれですか、説明書ついてたんですか。すみません、なんかちょっとおかしくなってます。大丈夫でしょうか。パイナップル説明書、とりあえず説明書ですか。そう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 、なんか有名な話。パイナップル。パイナップルが初めて日本に来た時、フルーツのパイナップルが来たら、大体こうあのパイか、いやパイナップルで一緒ですよね。パインとパイナップルで一緒ですよね。はいはい、だからあれってその初めて来た時に食べ方が分からへんから、はい、なんかみんなこう説明書を見てこう切ってたみたいな。あ、ほんなら僕よりもっと上の世代ちゃいますかね。それは違うんですか。はあ、多分ね、今の若者は、はい、なんかほら昭和レトロがかっこええみたいな言うでしょ。はいはいはい、それのちょい後世代ぐらいですね。あのよくテレビで特集、まあ黒電話やったし確かに、はい、まあ、元気兄さんもあのスカイライン昔乗ってたんですけども、すべ、はいはい、ての車がほぼフェンダーミラー、ドアミラーは違反になるんで、あれですね。ああ、そうなんですか。これ後期型のジャパンから。へえ。でもこれ、あ、これもドアミラーやな。はい。あ、この時でも違反でしょ。うん、あ、そうですね。しゃあかんや。で、この何年後かにドアミラー認証されて、ああそうなんね、当時切符切られた僕らの先輩とか親父世代らが、はい、点数返せとか罰金返せとかほざいてました。へえ、新幹線とかはあったんですか。ありますよ。ありますよ。ありますよ。全然分からない。あ、新幹線はあるんですか。ありました、ありました。前の東京オリンピックは知ってんすか。知らないです。あ、前の万博は知ってんすか、その3年後に生まれてるんですよ。あれ1970年やって、はいはいはい、だから僕はその先輩とか親父らとかの世代羨ましいなと思って、いいところ兄ちゃんとかは行ってるからね、はい、なるほど。お父さんが戦争に行ってます。親父は少年時代やったから疎開には行ってます。親父が昭和8年生まれなんで、今生きとったら91です。あ、じゃあ戦争は経験してます。はあ、すごい。長野の山奥に疎開行ってあげたんで。あ、15違うだけでこんな戦争までたどり着けるんや。そうです。だから親父がその、はい、まあ、疎開行った時のよう話も聞かされて、まあ、いじめとかもすごかって。あ、そうなんですか。やっぱりあの番長みたいなやつを見てます。だから親父が行ったとこはお寺さん避難したんですけども、はい、そこへ行ったんですけども、はい、あのお茶碗が一人ずつこう一個だけ回ってくるんですって。だから自分 の、 あの麦ご飯とかさつまいもをちょっとずつここに入れてまた隣にいます。それは番長のお腹に収まるんですよ。一銭じゃ足らんから。うわー、嫌な時代。そうなんですよ。ただでさえ戦争で辛いのに。そうなんです。だからね、うちの亡くなった親父がね、はい、この世で一番贅沢なご飯って、はい、よくほら銀シャリとかって白いご飯が贅沢だとか戦後ってたと、はいはいはい、親父からしたら炊き込みご飯とか、はい、豆ご飯とかたけのこご飯の方が贅沢らしい。あの銀シャリに味付けるかって言って、もうステーキとか肉とかてっちりよりも、はい、味付いたご飯が大好物で、はい、もうそんなんでしたね。だから僕も子供の頃から豆ご飯とかしょっちゅう食ってます。あ、それがごちそうなんですね。そうです。まあちなみに新幹線は走ってましたけどね。走ってたんですか。バリバリ走ってましたよ。新幹線は物心ついた頃から飛行機はあったんですか。ありました。飛行機も行きました。
飛行機もあるっすね。はい、僕8ヶ月の時の写真があって、はい、お袋が沖縄出身で、まあ、ちょっとあ、はい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 、那覇空港で撮った写真もありますし、残ってますね。そうなんです。そうなんです。え、あ、じゃあちょっと進んで、はい、ビデオ、ビデオ、あ、ありましたよ。あ、まだベータと VHS が混在してる時代ですけど、へー、 ありましたね。それ家にあったんですか？あ、うち VHS だったけど。あ、でよかったっすね。はい、友達は、でもベータの方が多かったような気、一緒ぐらい VHS の方が多かったですか？ああ、僕の周りは同級生はなんかベータが何人かいてましたね。へー。テレビゲームとかはあったんですか？ね、ファミコンが出たのが小学校5年は、はい、で、その前になんかパソコンとかで X68000、 え、ちゃうな、 PC9801 とか、まあまあなんかそんなでゲームとかあったりはしましたけど、はい、まあそんな高価やから、はいはい、僕らの手にはなかったですけどね。へー、初めてゲームしてるんですか？まあ、多分駄菓子屋の立ち芸かな。立ち芸？フロッグって言って、はい、カエルを障害物避けながら川を遡っていくっていうゲーム。ワンプレイ10円で。いや、そんなさすやんな。確かに。確かそんなゲームやってましたね。それは。はい、まあ、あれから半世紀経つとね。あれから、そうですね。すごいですね。子供たちに恵まれてますね。はい、ありがとうございます。